あと知ってるこれ何、ツイッターでお客さんから来たからその確証は得てないんだけどさ、うん、なんか俺の何とかしてくれってあるじゃん、うんね、あのあんまり流行んなかったやつ、うん、まあ、全然 見ないもんね街中でもね、関ジャニエイトのね、ああそう俺にも来た本当、うん、あの安田くんいるじゃない、うん、その人が関ジャニの全国でやってるライブ、その東京ドームかなんかでやったライブかな、うん、なんかすごい なんとかしてくれってすげえ言ってくれてたらしいの、そうライブのね、そうライブエンディングかなんかエンディングかなんかなのかな、そうそう、でそれで他のメンバーが、あそれ誰のだっけっつって、ライスライスって言ってくれてたんだって、これ来たよ。で俺その後にうん、それもツイッターにコメントできてたけど、うん、キスマイとの、だ名前ちょっと俺携帯見ないと分かんないけど、うん、がなんかブログでなんか知ってくれみたいのをずっと使ってたみたいな。ちょっと待ってこれ、いやだからこれジャニーズにめちゃくちゃ流行ってる可能性あるじゃん。事件だなこれ世間では一切流行ってなかったけど、これジャニーズの人がもしかしたら流行らせてくれる可能性ある。いやだからもしね、俺諦めてたけど、まだあるの。いやこれまだあるよ、奇跡起きるよこれ。今だから関ジャニ、キスマイ、そう、その辺使ってるでしょ。ほんともっと使ってるかもしんない、楽屋とかでもしかしたらね。なんかすげえ流行ってんのかな。そうだよ、もしかしたら